教えてままししした Q&A 高松の宮記念よろしくお願いします今年2つ目の g 1で、まあ、これから、ね、クラシックとかも始まるんだけど今回スプリント戦ですね、まあ、ダートについてちょっと、まああのー、マイナーなレースではあるんだけどただね、本数も揃ってて今混戦メンバーなので、ね、あの非常に楽しみな一戦から馬ケン的には、ね、面白くなりそうかなとは思ってますね。 はい、ありがとうございます。では早速過去の結果を見ていきたいと思います。なんかね、昔は硬かったんだけど、最近ここ数年荒れてるね、結構ね、こうやって見ていくとね。去年も12番人気のファストフォースで、3着にね、トラベスーラがいたりとか、ね、えっと、おととしなんかも17番人気のキルロードでね、1, 1着1着も8番人気、5番人気ってね。うん、まあその、その前の年こそね、ちょっと本命だったんだけど、その前もモズスーパープレイヤーが逃げ切ったりね、西雲高生、湘南アンセム17番人気が来たりとか、まあまあ、よく荒れてるよね。 もっとスプリント路線に主役がここ数年はいなくなっちゃいましたもんね。あそれもあるね。だからさ、まああ,のあれか、グランアレグリアがね、ちょっといたんだけど、うん、唯一ね、グランアレグリアが負けたのはこれなんだよね。で、まあ、そう考えていくと、結構ね、見ていくと波乱が多いんだよねっていう感じで、今年もね、結構大混戦メンバーなので、何が勝ってもおかしくないので、えー、やっぱりちょっとね、えー、本当、あのー、決めつけないで、ちょっとね、あのー、人気のないままちょっとし調べていく必要があるかなと思いますねはい、ありがとうございます。 では、今年の出走予定は見ていきたいと思いますそうですね、なんか注目のもいますか今年は私はもナムラクレアに G1 を取ってもらいたいんですよこれあれだよね、なんかやっぱ G1 になると勝ちきれないみたいなイメージあるけどまあちょっとね、ジョッキーがしくじって乗ってたりとかちょっとね、ずっと1番人気、2番人気になってる味はねあの内容はいいんだけど勝ちきれないレースが多いよねって感じですよね,ねあとメイケール出てきますかねあ、メイケールも出てくるね、まあ、メイケールもね、本当よく使うよね、ここまでね、本当に ね、立派なまで、立派なまでね。うん、だから、名村クレアが、まあね、本当、悲願の g 1制覇、果たしたいよねって感じだったんだけどね、だから、まあなんか、あの去年のスプリンターズセクスなんかもね、めちゃくちゃチャンスだったんだけど、まあね、うん、なんかちょっと1枠でスタートで負けして、ちょっと押したら折り合い書いてみたいな、最悪の乗り方になってしまったからね、ちょっとかわいそうだったかなって感じはするけど。 あと他にいますかまああれか去年のねスプリンター線使ったママコチャとかあとあれか別の戦組がちょっと注目でねウィーン・カーネリアンとかこの辺りがどのぐらい通用するかディビーナ辺りかウィーン・カーネリアンディビーナっていう中長距離のねいつも言うように王道の方がねレースのレベルは高いのでまあもしかするとスプリント戦線では通用してもおかしくないよねって感じがしますね。なんかこう見ると牝馬が豊作ですねこの路線今年は。ああ確かにねなんかねどちらかっていうとこのスプリント先生ってねおすまのムキムキみたいな馬が結構勝つことも多いんだけど。 てて今年はそうだね、ヒンバがかなりね上位を占めそうなメンバー構成ですね。ねえ楽しみです。ですね、はい。はい、ありがとうございます。では早速コースから見ていきたいと思います。昨年は雨の不良馬場で先行馬群からファストフォースが伸びて勝ち、ナムラクレアが後方から追い込んで2着、一枠のトラベスゥラが一頭だけ最内を選んで3着でした。 昨年は特殊な馬場だったと思いますが、抑えるべきポイントがありましたら教えてください。そうね。去年はね、ほんと特殊な馬場だね。この道チュアルのどちらかっていうと、ほんとミチュアル適正がぐるぐる出るぐらいかなり、えー、悪い馬場状態だったので、まあ、それで、えーまあ、特にナムラクレアなんかは届かずの2着で、パストフォースなんかやっぱりミチュアル適正の差で、えー、勝ったのかなっていう感じのレース内容だったよね。で まあね、あとね、えっ、ー、と、3年前ぐらいのこのダノスマッシュで出演者の時にちょっと道悪だったりとか、まあね、あの、道悪になることもある一方で、あの、元のスーパーフレアが逃げ切った年みたいに、インコースとか、あとね、ミスターメロディーが勝った年で、星雲高生がインの3番手から抜け出して、湘南アンセムって、ね、17番人気の馬が再打ちついたように、うちが有利なトラックバイスになった時にはうちうちみたいになるんだよね。なので、ちょっとね、今現状を、 やってみなきゃ分かんないのかなと思います。ただトラックバイス自体は、えっ、ー、と、中京3周目でコース代わりない3周目なので、まあ基本はね、フラットに近づいていくことが多いんだけど、ただね、この週から内側が出ることもあるので、非常にまあトラックバイスにまず注意して、えー、予想すると結構ね、あのさっきみたいに穴になるときはやっぱりトラックバイスを生かしたまが腹をもしてるので、そこには注意を払った方がいいかなという感じがしますね。ありがとうございます。それでは続いての質問です。 1>, 1着のママコチャ、2着のマックドール、3着のナムラクレア、5着のメイケイエール、6着のウィン・マーベルが出走予定です。ママコチャは早めに位置を上げて2番手追走から押し切り、マックドールは先行打ち目にいて、ナムラクレアはいつもより前目の馬群から伸びました。メイケイエールは先行外目、ウィン・マーベルは出遅れて中段打ち目から打ちをつきましたが伸びませんでした。 マスターのトラックバイアス表では、ややイン有利となっていました。マスターの評価を教えてください。そうね、まずスプリンターズステークス。勝ったままおこちゃは、えー、っと、まあ、すごいちょっと待ったわけじゃないけど、早めに押し上げていって、えー、押し切るといった、ほぼまあ、横綱競馬みたいな競馬だったので。 まああのね、あの勝利を、勝利通りのね、高い評価を、まあ勝った内容も悪くないという見方でいいのかなと思ってます。で、対して2着のマッドクールはタイム差なしなので、ママコチャと互角じゃんって見る人もいるかもしれないけど、これはね、インド3番手にうまく潜り込んでいて、この内側有利のトラックバイアスを最大限に生かしたものなので、ママコチャとはちょっと差があるんじゃないかなと思ってます。なので、マッドクールに関しては個人的にはあんまり人気ならば今回買いたくないなとは思ってます。で、問題3着のナムラクレア。 これがね一番人気だったのねこの時ねでナムラクレアに関しては本当1枠でちょっと出負けしちゃったら、えー、ジョッキーが慌てちゃって、えー、押したらまた引っかかってみたいな感じなのでまあねあんだけちぐはぐなレースした割にはよく3着に来たなって感じもするのでそういう意味でと一番内容強く見えたのはナムラクレアなんだよねなのでスプリンターズ・テークスの内容だけで言うとナムラクレアがちょっと上でで2番目にママコチャっていう感じだと思いますあとねメイケールも実はこのインコース有利なトラックバイアスで かなり外回ってるので、まあそう考えると、メイケエールもあの外を回ったことを考えると、そこまで差がないよねと。ただまあメイケエールの場合はね、気難しいから、あの能力的にはね、ほん G1 勝てるぐらい、まあね、あの多分去年の えー、ス,プスプリンターステージ去年の高松明城でも一番いいかな,なになったように非常に能力的にはメイケーエールが G1 を勝ってもおかしくないぐらい能力を秘めるんだけどただ一方でやっぱノリ難しいというか能力を発揮しないタイプ折り合いがつきづらいタイプなのでそこをどう評価するかだと思いますなので、まあ、ママコチャえいや名村、まあえー、クレアが一番強くてその下にママコチャでその下にメイケーエールという評価でいますでウィン・ーマーベルはねこのスプリンターステージちょっとで、ね、負けしたにせよ で、内容的にはね、ちょっといまいちなんだよね。ただ、まあ、その後のレースがまあまあ悪くないので。まあ、そこをどう評価するかだと思ってます。なので、スプリンターズセクスビザ、やっぱり。ナムラクレア、ママコチャ、メイケールの順で、評価を、高い評価を当たればいいのかなと思ってます。ありがとうございます。それでは続いての質問です。阪神カップから一着のウィンマーベル、五着のママコチャ、六着のロータスランドが、出走予定です。ウィンマーベルはスタートを決め。 先行馬群から早めに外に出して追い込み、ママコチャは先行外目から伸びきれず、ロッタスランドは後方外目から直線は馬群を割って伸びましたが届かず、ウィン・マーベルとは0.2秒差でした。中段内目にいたアグリが抜けて勝ちそうでしたが、ウィン・マーベルはもう一度伸びて勝ちました。マスターの評価を教えてください。まあね、このレースないよね。阪神カップとその後のね、戦4でもウィン・マーベル勝ってて、 このね、2連勝の内容だけ見ればね、やっぱり今回のメンバーで通用してもおかしくないよねって見方でね。で、さっき言ったように、スプリンターズ・ステークスの内容はいまいちだったけど、まあ、ここ2回の内容を見れば、やっぱり変わらなきゃいけない一等と。で、えっ、ー、と、ママコちゃんに関しては、まあ、G1 勝った後で本調子じゃなかったことと、あと、やっぱりちょっと距離が長いのかなって感じしましたね。なので、まあ、あのー、スプリンターズ・ステークスね、えっ、ー、と、自ら、あの、勝ちに行って押し切る競馬を見ると、やっぱ千人の方が良さそうなので、 千人であれば巻き返す可能性が高いかなと思ってます。ただね、あの、阪神カップの純粋な内容で言うと、ウィンマーベルのままもこっちは、一等分ウィンマーベル打ちにいたけど、 ただまあ、ラッチ中走ったわけでもないので、えっと、まあやっぱり内容的にはちょっとウィン・マーベルが上だったよねというところなので、まあ条件が違うとウィン・マーベルがちょっと逆転することもあるのかなとは思ってます。なので、まあこの内容だけを見ればウィン・マーベルが上。ただ、その前のスプリントーズステクス見るとやっぱりママコちゃんの方が強いよねっていうことで、まあ、スプリント戦だと若干ママコちゃんの方が上かなとは思ってます。で、ロータスランドに関しては、やっぱりね、さらにメンバー強化で、まあ後方からね、うまくあの足を貯めて伸びたんだけど、 まあ、1 0ならば、やっぱりちょっとこのウィンバベル、ママコちゃんを逆転することはちょっと難しいかなと思ってます。ありがとうございます。えー、それでは続いては京都新、京都品、京都品場ステークスからです。1着のソーダズリング、2着のナムラクレア、6着のロータスランド、10着のメイケエルが出走予定です。ソーダズリングは中段馬群から伸び、ナムラクレアは大外追い込み、ロータスランドは最後方から直線は最内を選んで伸び、 メイケールは大きく出遅れて終始外目追走でした。この日、この日の京都芝は馬場読みが難しい日だったと思いますが、マスターはどの馬を上位に評価しますかロータスランドは内をついたことで賛否がありましたが、内を選ばなければもっと上位に迫れたでしょうか まずね、えー、っと、京都牝馬ステース、確かにね、この日ね、バラがすごく難しくて、あの、内を突くままいたり、でも結構逃げてた、あの、先行したままが、ね、内側を開けて走るんで、もうバラバラバラババラッとした感じでかなり難しい状態でした。なので、なかなか評価難しいんだけど、レースとしては、そこまでペースも速くなかったことを考えると、やっぱね、えー、っと、少し足を余し気味だった感に見える、ナムラクレア、 が若干ソーダズリングより上かなという感じはします。ただ、争奪リングもね、あの初のスプリント戦にしてはよく走っているので、まあ、この人はほぼ互角だけど、ただ、距離が今回短縮して得意の戦に戻るということを考えれば、まあ、名村プレアでもともと桜花賞とかでもね、ちょっとやっぱり負けちゃってるように戦力がちょっと長いんだよね。なので点に… の、えー、距離が短くなればなるほどいいっていうので最近スプリント戦線で活躍した馬なのでまあそういう意味で言うと名村クリアーがス,あのスプリント戦では逆転する可能性が若干高いとその下にソーダスリングとであとロータスラウンドについてはこれ打ちついたこと賛否あるけどもただこれねそんなにねあの打ちをついた馬場が悪いところに入ってたから伸びなかったって話ではないと思っていてやっぱねあのー 後方の内目で足を食べてロスなく乗ったからあの足を使えたと見てるので個人的にはまあそこまでやっぱりこのソーダズリングナムラクレアにを逆転したとは思えないので、まあ、この,あのそロータスランドを買うならソーダズリングナムラクレアを買った方がいいよねとあと AKL はやっぱ、ね、外で折り合い返っいたからまあこれも難しいお、ね、出遅れて、あのー、外を回って 能力が発揮できなかったのでまあこの敗戦でね人気を落としてうまくね内訳でも引いいんで打ち出しを貯められて前壁作れるようなで1000馬が揃って前がやり合ってくれるとかになればちょっとメイケールが巻き返してもおかしくないんだけどただこのまはね本命にしづらいし買いづらい馬なのでちょっとねあの抑えるぐらいの評価でいいかなと思ってますなので基本はちょっとダムラクレアが上で争奪リングがちょっとしたぐらいの評価でいいかなと思ってますすありがとうございいますそれででは続いての質問です。 シルクロードステークスから1着のルガルが出走予定です。ルガルはスタートを決めて揉まれない2番手から伸びて解消でした。ルガルは1番人気のアグリに3馬身差をつけましたが、展開に恵まれた面もあったでしょうか。また、前々走の軽半杯では、出屋負けして後方馬群から伸びましたが、東北新馬カオに外から刺されました。また、オーシャンステークスでは、 東進マカオが先行外目から押し切り勝ちました。マスターは外枠なら崩れないと軸にしていましたが、内枠を引いたら評価を下げますか以下の評価からマスターが上位に取りたい馬を教えてください。まあね、東進マカオ非常に強いんだけどね。ただ どうかなちょっと G1 だと足んないかなぐらいのまでただまあほんと G3 ぐらいだとね強い勝ち方をするので少し展開に助けがあればえ通用してもおかしくないかなとは思ってますでまああの冷静に見るとねシルクロードステークスのルガルに関しては2番手追走でペースも遅かったのでそれでまあアグリに勝ったというのは立派だけどただまあその展開でかつ今回先行馬が意外と多いよねってことを考えるとやっぱりねあのー、基本は えっと、軽半杯の内容で、投資マカオの方が圧倒的に強かったので、ルガル買うなら投資マカオを買った方がいいよね、ということだと思います。で、まあ、この、この前、あのスプリント戦線の G2、G3 を使ってきたにもあたりのまって、まあ、ちょっとやっぱレベルが落ちる感もあるので、そうね、この中で、この今、表で上げてもらってる中で言うと、 まあ、東進マカオ、ルガル、ビッグシーザー、君はクイーン、シュバルカイザー、マテン・ローリオン、ロータス・ロンド、ウィ,ウィ,ウィン・マーベルといると、まあ、で、ね、ウィン・マーベルは、あの、別だけど、あの、そういう意味で言うと、まあ、 投身マカオを唯一買えばいいぐらいで、他はちょっと今回、メンバー上がりすぎかなとは思ってます。で、えっと、投身マカオは外から被されない時の方が堅実に走るんだけど、内野つくのは絶対ダメってわけではないです。なので、前が競り合ってくれて、ポツンと気分よく内枠を引いて、球団のいいで足を貯められるようになった時には逆にもっと走ると思うんで、まあ、その一概に外枠じゃなきゃダメだよねって感じはしないんだけど、ただね、馬ごみでごちゃごちゃってすると能力発揮しない感じもあるので、 まあ、あの、安定した外で走るためには、外枠がベターかな、ぐらいの評価でいいかなと思ってます。ありがとうございます。それでは続いては、半球杯からの質問です。1着のウィン・マーベル、2着のアサカラ・キングが出走予定です。ウィン・マーベルは1枠でスタートを決め、先行打ち目で足を溜めて伸び、アサカラ・キングは外枠から花に立ち、粘り接戦でした。半身の開幕週で、雨の重馬場で、 マスターはややイン有利とし完璧的中でした2投とも馬場や展開に恵まれたと思いますが今回どう評価しますかそうなんだよねまあ半球杯自体はやっぱり内側有利のトラックバイアスを生かしたワンツーなのでそこまでね、あのー、この G3 のワンツーほど高い評価は不要かなとは思ってるんだけどうんまあウィン・マーベルはねその前の阪神カップも勝ったり、まあ、非常に崩れないタイプだしまああのー。 ね、レースのレベルいろいろあるんだけど、1004の方が若干1 0 0人ね、さっきの、えー、スプリント戦線の G3 ぐらいよりはちょっとレベルが高い感もあるので、まあ、ウィン・マーベルに関しては少し買った方がいいかなと思ってますって、朝からキングちょっと評価難しいんだけど、練習中でね、能力的にそこを見せて,てないんだけど、あの楽逃げで刺されちゃったのを見ると、これならウィン・マーベルかなって感じがしてるので、で、まあ、あのー、逃げ馬なので、1000人だって、あのー、前に行ければいいんだけど、 ただ、今回はねもっと早い今いるんで逃げられない可能性が高そうなので、まあ、そういうのも含めると基本はウィン・マーベルを今回買えばよくてあの朝からキングを買う方は買いたい方はやっぱ他のに他に逃げ馬がちょっと、ね、あの今、頭数多いあのどれくらい出てくるかわからないんで、まあ、2逃げ馬がどのくらい出てくるかあと枠順次第で逃げられると思う人はちょっと買えばいいし逃げられないと思う人は、まあ、朝からキングに関して今回、えー、先行できないよねって決めてやめるっていうのは1つの手なのかなというふうに思ってます。 ありがとうございます。それでは続いての質問です。東京新聞杯2着のウィンカーネリアン香港マイル11着のディビーなが出走予定です。2頭とも距離を短縮し、先行力もあります。マスターがいつも言っているマイルよりレベルが低くなるスプリント戦への参戦ですが、マスターは今回どう評価しますか？まあ、これね。まあ、いつも言うように。基本的にはあの日本の競馬って2000メートルの王道を中心に。 距離が短くなればなるほどレースのレベル落ちるし、まああと2500メートルダービーよりちょっとやっぱり長くなればなるほどレースレースレベル落ちるんだよね。なので、えっ、ー、とそういうあの原則原理原則に基づくと、106とかあの108を使っているウィーンカーネリアンとかディビーナぐらいの方が先のスプリント戦線よりはレベルが高いよねとは思ってます。で、あのただまあ一概に、ね、距離が短くなったら何でも来るのかってうそうでもないんで馬のタイプにもよるので。 ま、個人的には、やっぱり先行力あるウィン・カーネリアンみたいなタイプの方が、スプリント戦線向くんだよね。で、まあ、ディビーナもね、折り合いつかないタイプなので、いいんだけど、ただ、まあ、まあ、これは、まあ、あれか、前行くこともできるし、まあ、あ折り合い書いて前行った時とか、あと後ろから行っても足が、ね、あるんで、どっちも通用するか、まあ、そういう意味でいうとどっちも、あの、通用するかなっていう感じなんだけど、あとはね、あの、そのスプリント適正。で、ウィン・カーネリアンに関しては、今お話ししたように、マイルで逃げて、あの、そこそこね、結構東京新部会買ったりとかして、で、今年も2着だったりする馬なので、 まあ、ワンチャンこれが一番強いねって見方もできるんだけど、ただ、ウェインカネリアの場合ね、気分、あの、やっぱり逃げるまで気象的にあんまり被されると嫌なタイプなので、まあ、逃げないで、あの、スプリントさんなら競馬ができるっていうタイプなら、 スピードを活かせるので、ウィン・カーネリアンかなり高騰しそうとで。ディビーナもね、うまく展開がハマって、まあ多分この距離だとあの先行できないと思うんで、後ろから行って、差しがハマる展開になる時、という感じかなと思ってます。なので、ちょっとね、あの、本命にはしづらいんだけど、ただレースレベルを考えると、ウィン・カーネリアン、ディビーナに関しては、えー、そこそこちょっとね、必要する可能性を抑えてもいいかなと思ってます。なので、さっきのね、あの、1人のね、スプリント戦線の G3 とか使ってる、そこそこ走ってる、まあ買うぐらいなら、 ここっちのこの別路線で人気なユイン・カネリアのディビーあ,ありがとうございます。では最後の質問です。香港からビクター・ザ・ウィーナーが出走予定です。センテナリースプリントカップで逃げて7番人気で勝っています。香港スプリントではジャスパークローネを行かせて2番手追走から鼻に立ちましたが後続に刺され5着でした。ジャスパークローネは7着。 マッドクールは8着でしたがマスターはどう評価しますか ?2015 年に香港馬エアロベロシティが勝っていますがマスターはこの時どう予想しましたかこの時はまだ会員ではなかったので教えてほしいですという質問ですこれ2015年勝った時どうだったかなどう,いう予想したかちょっとあんま覚えてないけどまああれかハクサームーンが逃げ残った年か何だったかなちゃんと覚え,てない覚えてないなって感じなんだけど <laughs> ただ <laughs> あの うん、そういういてありますかえ何香,港の香港の馬をこう予想に入れることってあるんですかあでもね、あのー、以前はね結構やっぱりほら、あのー、海外の特にマイル以下の距離ってあの外国の馬結構来たからあの紐には入れてたと思うんだよね。なので,で今年の場合はあのー、まあ香港スプリントでねジャスパークローネ、えー、マッドクールあたりでさっき言ったマッドクールなんかも展開に恵まれてる二着で日本馬 レベルが低かかったらなのであのこのね2番手追走からの5着のこのビクター・ザ・ウィナーぐらいじゃ今の日本の競馬かつねあの日本に遠征してきて通用しないのかなとは思ってるけどねまああのもうちょっとねちゃんとあのこのビクター・ザ・ウィナーちゃんと調べてない何なんとも言えないけど感覚的には今の現時点ではやっぱり。 あのー、そうね、まあ、レースのレベル考えると、あのー、マッドクール、ジャスパークローレンと本当、あの僅差だよねって思うと、まあ、日本の,まあこのマッドクール、ジャスパークローレン、今回のメンバー入ったらちょっと厳しいよねと思ってるので、うん、基本的にはまあ,あんまり買わなくていいかなと思ってますエアロベロシティの時は、確かエアロベロシティは香港スプリント買って、勢いついたまま来てるはずでね。 そう,だよね、そうなんですまたその時とは違うのかなと思います、うん、香港スプリントはやっぱりね、そこそこやっぱりあの日本のトップレベルからいくぐらいだから、ちょっとレベル高いからね、それで勝ってんだらまだしも、まあこのぐらいだったらね、5着ぐらいだと、ちょっとなかなか厳しいよねって感じいいと思うんだよねそうですねあの。このセンテナリースプリントカップっていうのは、もともと G2 だったレースなんですよ。なななるほどで前ににりっったレースなので格ととしてはちょっとあんまり高くないレース、うん ああそうだよね香港スプリントはねあのかあの外国招待だからねちょっとレベルが違うよねはい,いねありがとうございますそれでは今週の教えてました Q&A 高松の宮記念でしたありがとうございましたチャンネル登録お願いします。